どうも、ヒデです。口直です。さあ、ダイソーで100円で買ってきました。うんち集めポーカーやっていきます。アンチアンチ。さあ、遊び方の説明をしていく前に、まずセット内を見ていきましょう。はい、はい、このカードが入ってます。はい、うんちうんち。で、遊び方説明していきます。はい、マルチカードをよく切って全員に5枚ずつ配り手札にします。残りを山札にします。最初の人から手札の交換をします。はい、手札の中からいらないカードを場に捨てて、捨てた枚数と同じ数だけ山札から新しいカードを引きます。うんち。はい、ポイント、カードを捨てるときは見えないように伏せて捨ててね、時計回り。はい、はい、遊び方2。はい、山札がなくなったときは場に捨てたカードをよくシャッフルしてから山札にします。はい、4、全員が手札の交換を3回終えたら手札をオープンにします。うんち。一番強いコンビネーションを作った人の勝ちです。うんち。さあ、3番。はい、これが特殊ですね。トイレカードの使い方。トイレカードを持っている人は自分の手札交換の時、好きな相手に渡すことができます。うんち。トイレカードを渡された人は手持ちのうんちカードが流されてしまいます。手札をすべて捨て、山札から新たに5枚を引き直してください。トイレカードを渡した人も手札が5枚になるように山札からカードを引いてください。トイレカードを使わずに他のカード同様に捨てても OK。 最後の手札交換でトイレカードを引いた時は交換できないので注意。なるほど。ポイント、トイレカードなしで遊ぶときは最初にトイレカードを取り除いてね。今回は入れていきましょう。はい、戦っていきます。はい、そして、ここからが、コンビネーションだね。コンビネーション。点数みたいな感じか。はい。はい。じゃ見ていきましょう。はい。まず弱い方から見ていきますか。まあ、1個揃うとですね、ペア。カップルウンチ。カップルウンチ。それより強いのがダブルウンチ。ダブルデートウンチ。ダブルデートウンチ。デートね。で、その上、がトリプルウンチ。さあ、その上スライムか。ウンチステップ。ウンチステップ。5つのウンチが順番になるね。電話ステップ。そしてその上ウンチファミリー。ウンチファミリー。3個と2個の組み合わせ。4個ウンチカルテット。そしてパーフェクトウンチ。同じウンチ。夜桜カルテット。5つ揃うと。ウンチ。はい、やっていきます。やりましょう。はい、さあ、じゃあとりあえず戦っていきましょうか。あ、いや、思い出した。夜桜カルテットって言ったでしょ、アニメね。うんちカルテット。トイレカード2枚だっか。あ、2枚入ってますね。セット内容。よし、はい、はい、じゃあ分けていきます。はい、5枚。はい、じゃあ自分から先なんで自分から交換していきましょう。ちょっと見えるようにさあ、まずやるかい。この手札はこうなってます。はい、僕の手札こうなってます。じゃあ僕はちょっと攻めます。3枚。3枚ね、いって、1、2、3。 OK です。OK。 僕はこの2枚を変えます。はい、はい、1、2。あー、こうなりました。どうしようかな。これなら見えないよ。こうなら、あ、見えない見えない。多分この人見えるよね、これね。うん、これ見えないよ。はい、じゃあちょっと賭けで2ターン目ですね。はい、1枚いきましょう。はい、うわー、これ迷うな。似たな、どうぞ。パス。マジか。じゃあもう一回僕いきます。ラストね。はい、お、それです。さあ、行きましょう。はい、行きます。どうぞ。トイレカード。え、もう3ターン目だからないよ。もう渡されたら捨てなきゃいけない。捨ててまた5枚引く。関係、いや、ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねんねん。3ターン目、トイレカードを持ってる人は自分の手札交換の時好きな相手に渡すことができます。うん、交換だから今。3ターン目。あれ？うん。1、2、3。3。
ヘビはもう3回目やって、もう交換できないけど、え？俺は今からやるから。交換前に。そうできるの？あ、できるよ。ルールだと。マジで？うん。3回終えたら、あ、ほんとだ。ずる。じゃあ全部パスしよう。いいか。じゃあそれ後で、じゃあ見せて。はい。まあ僕はね、こうなるんでね。絶望見せてやろう。うわー、じゃあ、1枚引きまーす。はい、どうぞ。はい。あー、最高最高。はい、カタカタカタ。せーの。せーの。まずね。くさあ、トイレだやろ。中盛りうんちから。くさあ。はい、並盛りうんち、3個。うわー。はい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 。3と2個でね。これ。うんちファミリー。そして、ヘビが、これね、1個揃ってね、カップルンチ。カップルンチ。カップルンチ。はい。こちらの勝ちです。はい。はい。ちなみに、さあ、さっきヘビが、うわー、パーフェクトウンチ。3回目1枚してたか。うん。それで引いた？うん。怖ー。それも、メガ盛りウンチだしね。で、最後にだからトイレ、そうか。そう持ってるといいよね。ただ、その代わり1枚あれだけどね。ね、最後引くとき何来るかもわかんないから、それが怖いんだけど。カットで、で、自分から行きましょう。まあね、でも運は強いんだろうが。で、3枚交換できます。さあ。1点目、行きましょう。1点目、見せなくていい？ワン。そうだっけ。別にいいよ、見せなくても。はい。でももう、口縄ね。口縄こういう感じでーす。はい。じゃあどうぞ。3枚買います。はい。もうこれ3枚買えるでしょ。1枚。2枚。3枚。はい。はい。ちょ、危ない危ない。1回目こっち、こうなってます。はい。はい。では。はい。じゃあ。どうぞ。1枚。はい。いきます。うわ。これどうしようかな。いやでも弱いんだよな、これはこれで。え、これちょっと待って。役が。いや、これさ、いや、これ変えるか。いや、変えるか。こうなってますね。3枚捨てます。はい。はい、うわ。1。ハートだ。2。3。おー。さあ、で3目いきましょう。はい。ここからいきまーす。はい。1枚。はい。やばい。いやー、OK です。はい。じゃあ、3枚。あ、さっき見えてなかったかな、俺の。はい。1。2。3。はい。はい、じゃあ、行きましょう。行きましょう。ハーフウンチ。特盛りウンチ。ハーフウンチ。並盛りウンチ。キング超ウンチ。ミニウンチ。キング盛りウンチ。うわー、大盛りうんち勝った、トイレトイレ、うーん、ちなみになんだけど、はい、さっきね、揃ってたんだよ、このミニうんちがあったんだよ、うん、この場合は6点ってことになる？そう、同じ、同点、あ、違う違う、同じなんだけど、あ、点数があるんだよ、そうだ、あ、どっちにしろそっちの方が勝ちだったか、まあ、キング盛りの強いでしょ、一番キング盛り強いでしょ、だから10点でしょ、そっち。8と2点で。こっち6点だから。そんな感じでしょ。だから、捨てて、弱いなと思って、3つ狙、これ3つ狙いに行ったんだよね。なるほど。キングモリウンチ。キングモリウンチ、クソ、どこだよ、チキショ。まだ3枚あったらな、チキショ。キングモリウンチ。俺で一緒いっぱいだね。トイレ。トイレ使わなかった。いや、3体目。最後にした。うん。そうか。4枚になっちゃうからね。手札交換時だからね。まあ、そこはね、そうだね。最後に来たら使えない。さあ行きましょう。3、4、5、5枚。さあ僕から行きましょう。さあ初動こちらですね。こうなってます。じゃあはい、口のはこんな感じになってます。どうすかな、今日同じかなら俺こうした方がいいな。こうします。はい、どうぞ。うんち。うんち。うんち。やべえ。まあね。はい。1枚残して4枚捨てます。はい。はい。1、2、3、
4枚。はい。さあ、やばいです。やばい状況ですね。やばい状況になりました。じゃあ僕行きます。はい。もう狙います、僕は狙います。お、3枚出た。1、2、3。OK? はい、どうぞ。はい、じゃあ、口なのターン。はい、どうぞ。もちろんね、この3枚も捨てます。はい。はい、いくぜい。はい。2枚目。3枚目。よっしゃー。何なんだこれ。いきますか。ラスト。はい。1枚捨てで。あれこれ2回目だっか。ラスト、ラスト。あ、これ3回目だっか。うん、あれやべえわ。いきます。何回目か分からなくちゃった。ああ。まあいいや。うわー。いい？はい。じゃあ、俺これ、もちろん3枚。いきましょう。はい。1、2、3、3、おー、ショップ。じゃあ、見せていきましょう。はい。大盛りうんち。たくまりうんち。大盛りうんち。中盛りうんち。中盛りうんち。並盛りうんち。あ、それ。はい。メガモリウンチー。ハーフウンチー。2、3、4だったら、巻き込む。メガモリウンチー。あー、勝ったー。勝ったー。口縄ですね。ダブルデートウンチですね。の11点。カップルウンチー。カップルウンチー。はい。じゃあ、そう。口縄の勝ちです。はーい。どうするの？終わる？終わりました。あ、もうこれ賛成したか。そうです、賛成した。早いね。はい。まあ何がいいか、うんちってところ、まず、もううんち、うんち集める。これ最高だよね。なるほどね。うんち好きにはたまらない。そうですね。まあ、今回2人だったんで、揃いやすかったかなっていうイメージだったんですけど、まあ、一応2人から5人まで、5人までできますのでね、うん、皆さんもよかったらね、うん、やってみてください。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。Thank you.